まずその腕の速さで、しっかりその3連符の速さっていうのを。リズルの幅を指と手のひら、はい、つきます。その広さで、はい、でこれはアクセントが入っているので、アクセントを叩くときにしっかり握っちゃうとこの後ね、これ広げるなってリズルが決まりやすくなる。しっかりその下ろすときも握りすぎないで、ただそのままここをくっつけて下ろしてあげて、当たった瞬間に広げてあげて、しっかりリズルの幅が狭くなるように意識してあげると、その一発目っていうのは基本的に潰れやすいから、そこを意識できる。もう一回いきましょう。